どうもたてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はね、筋肉マンマスリーショットいきましょう。マスリーショットパチッと、ウォーズタワーフロア18、行ってみましょう。ラウンド1、登場するのがこの爆弾とこの炎ロープね。よいしょよいしょ。爆弾は多分爆発しても多分大丈夫だと思う。よいしょ。ああ。そこか。結構食らった。回復していこう。これはもう、よいしょ。当てに行ってもよかったな。まあ牛丼だ。よいしょよいしょ。なんか回復した分もなんか持ってかれてる感じがするけど、よいしょ、ダウン。これはよいしょよいしょ、はいよいしょよいしょ、はい、なんとか消えよう。はい、続いてラウンド2ですね。ラウンド2もこのロープとあれだね、落雷と爆弾。よいしょ頑張れ。よいしょ、なんとか落雷が来る前に。落雷来る前になんとか倒してえな、これ。よいしょ、これ微妙だね。そんなに食らうか。まあいいや、これ全部、あ、倒しちゃった。まあいいや、はい。続いてラウンド3ですね。落雷が怖い。よいしょ。痛い。牛丼欲しいけど、なんとか。よっしゃ。そして牛丼を取りつつこの辺で、よし。よっしゃ、体力がまた。よっしゃよし、落雷大丈夫。んでもってよいしょよいしょ、 OKOK。 よいしょ、いけるか。よいしょ、
来るか、うわー怖い、あ、ちった、あー痛い、よいしょ、はい、はい、続いてラウンド4ですね。うわこれでも当たるよな、これさ、ちょっと待って、ちょっとこれ回復するわね、これ多分ダメだと思うんだよ、行かないと、よいしょ、来たー、行くしかないじゃん、もうこれで行くしかないよ、もうこれ、ちょっとマジギリギリだったけど、わかりましたではないよ、俺は全然分かってないよ、もう分かるわけがねえだろ、これはね、もうちょっと必殺一発いっとくか、よし、おお、来た、筋肉フラッシュ、あ、でも、爆弾、よし、あ、でも結構いいかもしれない、もしかしたら、うわ、落雷もあるのか、ちょっと微妙なとこ行ってみちゃった、あ、割れた、よっしゃ、最後マン、そしてジェイドが、あ、こんな感じしてみようか、よっしゃ、さあベルリンガー解明二刀流、よっしゃ、よし、いいぞ、痛い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 、うわ、これ、あー必殺が足りん、こっち逃げるしかないな、怖いもんね、よし、よっしゃ、もうちょい、よっしゃー、 KO、 よかった、危ない、もう爆弾本当に嫌ウィーンということで、なんとか勝つことができました。はい、ウォーズマンの心臓部1体ゲットです。はい、本日こちらウォーズタワーフロア18、なんとかクリアしましたけどもね、危なくすげえ危なかったけど、なんとかクリアしましたね、また最上階目指して頑張っていきたいと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。